それでは今日はスープカレーを作ります。まずこれ焼肉用のセット野菜、2人前ですね。これがあのスーパーで便利なパックで入ってますよね。そしてニンニク、そして玉ねぎちょっとと、じゃがいも、大根、人参、これちょっとくず野菜でいいと思います。あとチキンレッグ、半身、こんにゃく、厚揚げ、ベーコン、そしてサラダの小松菜です。これで大体2人前ですね。サラダの小松菜大体これぐらいでいいと思いますね。1人1束ぐらいですね。こんな感じでいいと思います。それではニンニクですね。オリーブオイルでちょっと香りつけます。ニンニクに火を入れてる間に、チキンですね、塩とガラムマサラで香りをつけて、あのタンドリーチキンみたいな感じで香りつけて置いておきます。それでは先ほどの、ニンニクで色香りをつけた油で、じゃがいもとか根菜、ちょっと火の通りにくいものですね、先に焼き色をつけていきます。それでは先ほど、色をつけたニンニクとですね、別ソース用で、千切りにした、玉ねぎですね、ちょっと軽く炒めます。でスープ代わりで、水に、ベーコンを入れて沸騰させて味を出します。それでは、根菜とかちょっと火の通りにくいものですね、全部、オリーブオイルで焼いてあります。油揚げとこんにゃくは後からですね。でピーマンと、シシと長ネギは、揚がりの直前に入れますので、このまま火を通さないでおいてください。そして、チキンですね、周りで漬け込んだ後のチキンにちょっと粉をつけて、これを同じ鍋で焼いちゃいます。ニンニクの香りついてますから、火は弱火ですね。それではチキンを焼いている間に野菜が炒まりました。さあここに、ちょっとガラムマサラ入れます。なかったらエビとカレーでもいいですね。あのハーブにこだわりたい方は、一つ一つのハーブにやっぱり特徴がありますので、それを、把握するためにもちょっといろんなハーブの香りを嗅いで歩いた方がいいですね。手軽に作るんだったらこのカレー粉だったりガラムマサラで作ると非常に簡単にできます。入れましたら、ちょっと軽く香りを出しますね。そこに先ほどのベーコンのスープを入れます。入れましたら、ちょっと軽く香りを出しますね。そこに先ほどのベーコンのスープを入れます。チキンをきれいに焼き目がつきます。まだ中まで火通ってませんね。これはでこれを入れてちょっと味を出します。で、チキンはなんかなぜ、強火で焼かないのかと言いますと、きれいにやっぱりこういう風に色がつきます。弱火でやった方が絶対きれいに色がつきますね。それでは、先ほどの具材ですね、焼いた具材を鍋に入れます。もう火はほぼ入ってますんで、焼き上げた人参、大根、玉ねぎですね、とそして油揚げとこんにゃくとチキンをもう一回ブイヨンで煮込みます。先ほどのスープですね。でこの時点で初めてガラムマサラを入れます。さつまいも、かぼちゃ、じゃがいもはちょっと煮崩れしやすいので、仕上がりに入れますね。それではもう火が入りましたね。そしたらこの2人前だけちょっと取り寄せます。
まあ、煮込んでますね。そして先ほどの、入らなかった長ネギ、ピーマン、シシトウは、オーブンで焼き色をつけます。仕上げですね、バジル入れます。それではいつもいらっしゃってくれる、陽気な、リハビリの先生と介護士さん、スープカレー味見していただきます。いただきます。具から、ナスからいってみましょうか。これ素材そのままスープを。お。ん？じゃあご飯を。しかして。え？ん？の、さっきからうんばっかりなんですけど。世界を震撼させるうまさ、ありがとうございます。ビール、あ、ビールいきましょうか。ビールおすすめ。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。いつもありがとうございます。うん、あー、ビールとよく合うスープカレー、ごちそうさまです。